トライアンフは、イギリスを拠点とするオートバイ製造販売会社、及びそのブランドである。現存する最古のオートバイ製造販売会社であるが、その社名や、経営母体は、幾度もの変遷を経ている。現在の会社名は、トライアンフモーターサイクルであり、本記事では、同社の前身である、トライアンフエンジニアリングなどについても解説する。ニュルンベルク出身のユダヤ系ドイツ人であった。 シーグフリード・ベットマンがイギリスのロンドンで1885年に設立した輸入貿易会社シーグフリード・ベットマン貿易会社がトライアンフの原型である会社設立からしばらくして当時普及し始めていた自転車を扱うようになる当初は別の製造会社から仕入れた完成車を違う名称で販売していたが新たな商標名としてトライアンフを考案売り上げを伸ばすようになる やがて販売だけでなく、自転車そのものの製造を計画した、ベッドマンは1887年にコベントリーに移って、トライアンフサイクルを設立、自社生産の自転車を販売する会社となった。やがて19世紀末頃になると自転車のような新種の乗り物としてオートバイが登場し始め、トライアンフも自転車に代わる新たな乗り物として注目する。そして1902年には、 他社製エンジンを自社製フレームに搭載したオートバイナンバー1を生産。やがて1905年にはエンジンも含めたほぼ完全な自社製産車が登場。1906年には社名もトライアンフエンジニアリングとなった。トライアンフモデル H トライアンフの生産したオートバイはやがて1907年から始まったマンシマ TT レースで活躍。その完走率の高さで 高い信頼性を見せ、高品質かつ比較的安価であるという評価を獲得する。その後1914年から始まった第一次世界大戦では3万台以上のモデル H がイギリス及び連合軍の軍用車として使用され、その頑丈さと走破性から高い評価を受けた。だが第一次世界大戦終結後は人員不足から新規車種の開発が遅れ、 他社との競争で不利を強いられて業績が低迷する。低迷打派のために当時著名なエンジン技術者であったハリー・リカルドによるオフ4バルブエンジンを搭載した高性能車モデル R が1921年に投入されるが生産コストがかかり高価格にならざるを得ない。この車種は販売が振るわず1923年の超低価格車モデル P の登場と成功までは低迷が続くことになる。 1920年代には自動車会社、ドーソンのコベントリー工場を購入しており、1923年、トライアンフモーターカンパニーとして、四輪自動車を発売した。1929年の世界恐慌により再び、業績が悪化したトライアンフは、1932年には自転車部門を、ナレー自転車に売却。オートバイ部門では新たな主任にし、 バルページを迎えて新規車種の開発を始めた。1934年には社名をトライアンフへ変更して改革を進めようとするが自動車部門が財政を圧迫する。1936年オートバイ部門は自動車部門から切り離されオートバイ会社アリエルを再生させた実業家ジャック・サングスターに買収されたトライアンフスピードツインオートバイ専門となった。 トライアンフは社名を再びトライアンフエンジニアリングとし元アリエル開発者のエドワード・ターナーを新たな主任技師としてトライアンフを立て直していくトライアンフ再建はページの開発した車種を元に改良することから始まった第一歩は短期等のタイガー系列からだったが1938年に登場したスピードツインが再建への節目となった この車種は当時並列に気筒というだけで珍しかったが、短気筒が前世だった時代に短気筒車種よりも、わずかに軽量で最高速も勝るという性能で、車両価格は短気筒より、わずかに高いだけという設定が、驚異的であり、スピードツインは大いに売れて、トライアンフの財政を一気に好転させる一因となった。さらに、翌1939年には、スピードツインの高性能版として、 タイガー100が登場 34HP 最高速度時速 160km で人気を博した。1939年に第二次世界大戦が始まると、先の大戦時のようにトライアンフは軍用車の生産に追われるようになる。だがトライアンフを含めて軍需兵器の一大生産地となっていたコベントリーはドイツ軍の空襲を受け、 トライアンフの工場も爆撃を受けて壊滅する。政府の援助により、近隣のウォリックに設けられた仮工場で生産が再開されたが、一方で新たな生産拠点としてメリデンに新工場が建設され、1942年には新工場で生産が開始された。なお、トライアンフが第二次大戦中に生産した軍用車は、最終的に約5万台にもなったという。 トライアンフ・ボンネビル T120 第二次世界大戦が終結すると、トライアンフは一般車の生産を再開する。戦後最初のラインナップは戦前に生産していた車種の改良版であったが、1949年までにはトライアンフ発のオフロードタイプとなる TR5、トロフィーやスピードツインの排気量を 649cc まで拡大した 6T サンダーバードといった、 新車種が追加される。これらの車種は当時開拓され始めたばかりのアメリカ市場にてハーレー等の重厚なオートバイとは違った軽量で高性能なオートバイとして人気を博していく。そしてアメリカ市場での成功によりトライアンフはさらなる新規車種 T120 ボンレビル等を発売メリデン時代トライアンフの黄金期を迎える。なおこの時期の1951年にはトライアンフは 救世主であったサングスターの手からビッサへ売却され、サングスター自身もビッサ役員となり1956年にはビッサグループ会長となっている。1960年頃から台頭し始めた日本製オートバイは当初は小廃棄両者がほとんどだったが、1960年代後半になると大廃棄両者も登場し始め、その性能と品質でトライアンフの脅威となり始めた。 トライアンフとビッサは排気量 740cc 並列3気筒を搭載するトライデントを開発するなど日本製大排気量車に対抗したが1970年代に入っても品質や販売成績で日本製オートバイに勝ることはできなかった。負債を抱え業績が悪化したビッサとその参加であるトライアンフは1973年に英国政府の援助で マンガニーズブロンズ傘下のノートン・ビリアースと合併。ノートン・ビリアースイコールトライアンフとなった。NVT は1974年に製造の中心をメリデン工場からバーミンガムのビッサシャスモール・ヒース工場へ移転を計画するがメリデン工場の従業員たちがストライキを起こしてメリデン共同組合を設立。ボンネビルの生産をメリデンで行うことで工場を存続させる。一方、 NVT はトライデントの生産が続かずに1977年には倒産、トライアンフの商標権や生産権及び資産を共同組合に譲渡する結果となる。だがメリデン共同組合による経営もアメリカ政府のハーレー級再政策による関税高騰も影響してやがて破綻し、1983年にメリデン工場は閉鎖された。 ハリス・ボンネビル t 1 4 0 1 9 8 4年にメリデン工場は取り壊されたが不動産開発業で財を成した実業家ジョン・ブルーアがトライアンフの商標権や生産権を購入新たなトライアンフを立ち上げた社名は当初ボンネビルコベントリー後にトライアンフモーターサイクルとなった新たな会社の生産設備及び設計は 日本のオートバイメーカーには対抗できず、ブルーアワただちにはトライアンフの生産を再開しなかった。当初はデボンのニュートン・アボットでレス・ハリスの経営するハリス・インターナショナルがボンネビルのライセンス生産を行った。これは1985年から生産され、ハリスの名やその所在地からデボン・ボンネビルあるいはハリス・ボンネビルとも呼ばれた。ハリス・ボンネビルは基本的に セルモータートーンが採用されていない前期型 T140 を元にしており、ライセンス生産の条件で、生産はオリジナルに忠実にと規定されていたことから、自動車排出ガス規制などの環境基準へ対処しきれなくなり、1988年には生産を終了してしまう。なお、ハリス・ボンネビルには、英国仕様と米国仕様の二つがあり。 日本においては両師用ともに1988年まで輸入販売されていた。1990年には新会社の準備も整い、レスターシャアのヒンクレー工場を稼働開始、同じオートバイメーカーである川崎の技術を取り入れ、新型トライアンフとして全く新しい水冷直列3気筒あるいは水冷直列4気筒を搭載した一連の車種を発表し、百九十一年には、 車両の本格生産を開始した。はじめは徹底して部品共通化を図ったモジュラーコンセプトによる効率的な車種開発が続いたが、徐々に業績を伸ばしたトライアンフは、1997年には直列3気筒という独自性を保ちながら、従来のモジュラーコンセプトを脱した T595 デートなを発表、2001年には、 新たな空冷並列に起稿で往年の車種名、ボンネビルを復活させるなど、他社とは違った特徴を持つ車種を送り出している。トライアンフでは、同じ車種名を長期にわたって使い続ける傾向があり、年式によっては、同名車種でもその外観などに大きな違いがある例が多い。特にヒンクレイ時代と、それ以前のコベントリー時代、メリデン時代とでは、 同名車種でも全く違うタイプの違う車種となっている場合があるので注意が必要である。デートな675トリップル 955cc スプリント RS アーバンスポーツ走りを重視したいわゆるオンロードタイプが主体のカテゴリーで日本国内では一番売れているカテゴリーでもある。このカテゴリーの車種は多くがカウルを装着しており、水冷並列3気筒というオートバイとしては 珍しい形式のエンジンを搭載し、その独特の出力特性や鼓動感が特徴となっている、スーパースポーツタイプやツアラータイプ、そしてデュアルパーパスタイプもここに含まれる。モダンクラシックかつてのメリーデントライアンフを彷彿とさせる、回顧調の外観を持つカテゴリー、空冷並列に気筒エンジンを搭載し、適度な鼓動感を演出した乗り味が特徴である。クルーザー、 アメリカンタイプとも呼ばれる、車体種別の車種を集めたカテゴリーで、スピードマスター、アメリカは、ボンネビルと同じ空冷、並列に気筒エンジンだが270度クランクを採用している。また、サンダーバードは 1597cc の、水冷並列に気筒となっている。そして、ロケット3シリーズは、量産車では、世界最大排気量エンジンを搭載した。メリデン時代コベントリー時代、 ヒンクレイ時代詳細は、トライアンフを参照昔のオートレースの競争者は、選手が規格の範囲でエンジンを自由に選択でき、メリデン時代のトライアンフのエンジンは最もオートレースの競争者に適すると評価されていた。しかし、トライアンフの倒産により、部品の入手が困難になってからは、選手の間で部品争奪戦が繰り広げられたと伝えられている。 またオートレース用トライアンフのエンジンパーツは T120 ボンネビルをはじめとした往年の直立空冷並列2気筒を搭載する車種で格好のチューニングパーツとして沈徴されている2019年よりホンダに代わりロードレース世界選手権の元にクラス向けワンメイクエンジンの供給を担当する元にように供給されるエンジンは2017年型ストリートトリプル用の直列3気筒 765cc エンジンをベースに、ベース用のチューンアップを施したものになる予定。ありがとうございます。